皆さんこんにちは、黒沢楽器店の日下部です。ということで今日は黒沢楽器店の日下部なんですね。というのもなぜかというと今日はあの番外編ということで紹介するのはマーティンギターだけじゃないんです。ということでもうすでに持ってますけどじゃん、はい、ウクレレを今日は紹介したいと思います。タビーズのアコースティックギターフェア、週末も間もなくです。あの実はアコースティックギターマーチもたくさん並ぶんですけれどもやっぱりこの、自粛期間中にすごく始めてみたい楽器の一つとして人気なのがウクレレです。タビーズのフェアにはなんとこのウクレレもたくさん並びます。というかあのタビーズさんウクレレも結構もともと取り扱い多くてですね、カフェでね隣の素敵なカフェでお茶しながらウクレレをしたりまたウクレレの教室とかセミナーなんかもあのやってることで有名ですね。ということであの今回はウクレレを始めてみたい人におすすめできる、ウクレレのブランドを紹介していきます。まずちょっと見てもらうとこれもうすでにこれ可愛いですよね。これハートのサウンドホール見えますか。これがですねあのレホウクレレというブランドなんですけれどもアメリカのブランドです。であのすごくこうオーソドックスなウクレレのデザインなんですけれどもこういうハートのサウンドホールだったり指板に貝の、インレイマークが入っていたりちょっとデザインにもあのすごくオリジナリティのあるブランドです。でソプラノウクレレですね。いい音しますねウクレレ。あのこれはアカシアコア単板ちゃんと1枚の木を使って作られているウクレレです。まあ本当に初めての方にはすごくおすすめしたいし可愛くて部屋に置いといても可愛いねこういうウクレレのデザインになってます。レホウクレレですね。そしてよいしょ今日おすすめしたいのはこれのウクレレ。ウクレレといえばすごく有名なのが、ウクレレプレイヤーのジェイク島袋さんが、自身の会社を立ち上げて、デザインしたウクレレがこのジェイク島袋の島ウクレレです。まあ、一見するとソプラノウクレレなんですが実はネックの長さが少し長く作られていてですねこれがロングネックという仕様ですね。なのであの初めての方でもまたあのウクレレに慣れてきた方 でもすごく弾きやすい、デザインになってます。いい音しますね。ジェイクさんがこのウクレレの普及活動の、まあ、ために自分の会社を立ち上げてデザインして発表した島ウクレレ、まあ、本人もライブで使用してました。すごくいい音がしてます。なんですけれどもやっぱりこれから初めてウクレレを持つ人のためにあの考えてデザインされたウクレレなので非常にあのリーズナブルです。もしウクレレ始めてみたいなと思う方がいたらですねぜひこの島ウクレレはおすすめしたい一本になってます。はい、そしてよいしょ次は、はい、マーティンのウクレレですね。マーティンウクレレあるんだっていう方よくいらっしゃるんですけども実はもうあの100年以上ウクレレは作ってましてあのマーティンのウクレレっていうのは本当に世界的に、まあ、歴史的に見てもあの有名な代表ウクレレの代表するブランドと言っていい、ウクレレですね。これはコンサートマホガニですね。しますね。やっぱりマーチンだからこそともう本当に思うぐらい明るくてですねハキハキしたウクレレになってます。これ実はコンサートサイズなんですけれどもあのソプラノサイズと比較するとやっぱりボディが少し大きい分ですね大人の方とかまあ本当に女性の方でもあの
を抱え込むとすごく体に収まりやすいサイズになっています。ソプラノはね、お子さんとかでも弾きやすいちょっと小さめのサイズになってますが、コンサートの方が少し大きいんで、やっぱり音量感だったりふくよかさだったりっていうのがすごく出てきます。トップマーチンのコンサートサイズ、あー、いい音しますね。そして最後はやっぱりこちらです。ほじゃん、カマカウクレレです。ウクレレではもうハワイナンバーワンのブランドですね。カマカウクレレ、あの100年以上ハンドメイドで、カマカ一族、カマカさんたちによって作られているカマカウクレレです。やっぱりウクレレはね、あのハワイ発祥の楽器ですから、ハワイのウクレレっていうのはやっぱ魅力がありますよね。します。カマカのウクレレはですね、まあ、いわゆるマーティンとか他のメーカーのブランドと違って、ソプラノでも少しこうボディの大きめな、サイズ感になっててですね、まあすごくふくよかで丸みがあって温かい音がするのがカマカウクレレの特徴です。なのでもう本当に持ってポロンと鳴らすだけで、あハワイに来たっていう、まあハワイにいたことないんですけど、そういう海のこのゆったりした時間っていうんですかね、ウクレレのある時間っていうのが体感できるのがカマカのウクレレの最大の魅力です。ということで、ウクレレ、本当一口ウクレレ始めてみたいと思ってもどのウクレレを選べばいいのかわからないっていう方たくさんいらっしゃると思います。値段もピンキリから、本当に安いものからあるんですけれども、やっぱり楽器なので少しでもいいお値段出せるお値段で、なおかつしっかり名前のあるブランドのあるものを選んでいただくことで、やっぱり自分自身も楽しいし、ウクレレのある音楽のある生活が楽しめると思います。タビーズのアコースティックギターフェアでは、こういったカマカのウクレレやシマウクレレ、マーティンのウクレレも、並びます。ぜひウクレレを始めてみたい方はフェアに足を運んでみてください。